は。プロクシーウォッチャー代表の松木と申します。で本日ですね、総会シーズンが近づいてきたというところで、世界の ESG 対話を、止めずにやっていこうというところで、実際この株主提案というですねテーマを使ってお話しさせていただきたいなと思います。で今日ですね、マーケットフォースの渡辺恵里さんをお呼びしております。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日のキーワード、株主提案というテーマなんですが、どういうものなのかとまずいうところなんですけれども、株主総会というですね企業の重要事項が決まるところに対して、問題提起だったりとか、会社側もですね自分たちの提議案というものを出すことができるんですけれども、結構これがですね大変なことでですね、株主提案権というですね株主提案をファイルする、提出する、権利自体がですねすごくハードルがちょっと実は高かったりもしていて、議決権と呼ばれるですね、権利の 1% 以上、これが大体株主、株式の保有数にしてですね3万とか1万とか会社によってちょっと様々なんですが、かなり、株式を、買って、それにた、その状態で、企業に対して問題提起をする、そういうですね、アクションを日本でされている株主の方々が近年いらっしゃいますと。で今年もですね、後ほど渡辺さんからお話ありますけれども、金融機関だったりとか電力会社に対して、そういうことをされたというところで今日お話ししたいなと思います。でなぜ今日株主提案なのかというところですね、ちょっと時期的にもなぜ今なのかというところもお話しさせていただきたいと思います。日本企業の株主総会というのが大体、6月頃に行われることが、多いんですね。でこれなぜかというと、その決算月というですね皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、3月決算で3月に締めているというと企業さんが多くて、で決算月締まってから3ヶ月以内に株主総会をしないといけないということが定款という会社のルールで定められていると。で総会の2ヶ月前に株主提案出されていけないというそういうルールもあったりしていて、なので6月の末に総会するんだけど、それに向けて2ヶ月前の、この時期ですよね、に株主提案を出すという株主さんが、マーケットフォースだけじゃなくてですねたくさんいらっしゃるというのが、現状というところで、また田中さんにはうちを自己紹介していただこうと思うんですけれども、簡単に、マーケットフォースさん の、 団体紹介ビデオがあるのでそちらご覧いただいてと、で渡辺さんにご紹介いただこうと思います。で、面積事項ですね、ちょっと今日トリッキーなのでここだけご説明いただいてもいいですか。そうですね、面積事項こちらに書いてある通りなんですけれども、投資の助言などではないというところで、ご覧の通りですね、だというところです。Each year, we get closer to a world where fossil fuel companies can no longer get the funding they need for new coal, oil and gas projects burning the planet. This year, you, our community, took action over 25,000 times. Here's five things we're proud of. After a decade of campaigning, CommBank, Australia's biggest bank, announced it will no longer lend directly to new or expanded oil and gas projects.After consistent pressure, major banks finally listened to their customers and walked away from Whitehaven Coal. This means none of Australia's major banks are now funding Whitehaven. We worked with Bangladeshi artists to call out GE's massive new fossil fuel projects in Bangladesh. We delivered the art to GE's investors and we got a full page ad in the New York Times. We supported over 500 HESTA members to call on their super fund to be the climate leader it claims to be.And to get the money they saved for their retirement out of fossil fuels. And we supported Gomeroi and Tiwi traditional owners in their fight against gas giant Santos. Together, we called on Australian super funds and banks to stop supporting this company and its destructive projects. None of this would have been possible without you. Every action you take is the power behind our work.We've got big plans for 2024, and we need every person we can get to hold the fossil fuel industry and its enablers to account. Thank you so much for being a part of the movement to use your money as a force for good. はい、ということで、ビデオにもあった通り、
年金基金だったりとか金融機関だったりとかっていうところにオーストラリアで働きかけをされているというところなんですが、簡単にご紹介と団体紹介ここでいただいてもよろしいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、改めましてマーケットフォーシスの渡辺と申します。私マーケットフォーシスは2年目になるんですけども、うん、銀行とのエンゲージメントを担当を主にしていまして、うん、まあ、前職を含めると今年で6年目ぐらいこう同じようなことを、うん、やっております。でマーケットフォーシスはオーストラリアに拠点を持っているんですけども、うん、まあ、気候変動を助長するような企業活動への資金の流れを止める、でそれによって、まあ、エネルギー移行、まあ、気候変動を、まあ、解決に導くようなエネルギー移行を企業がしていただくようにっていう働きかけを行っています。で特にその年金基金であるとか私たちがお金を預けている銀行とか、まあ、そういったそのお金のを集めているお金の力のあるところにこう働きかけることで、まあ、資金の流れをより良い活動に振り向けていただくようにっていうふうに働きかけをしているような団体です。うん、で、はい、実績としてもうオーストラリアでは、まあ、四大銀行の一般団ってまあ、このスライドにある通りなんですが、そこの融資にゼロにコミットすることを約束されていると、はい、だったりとか保険会社に新規石炭プロジェクトの引き受けを中止するようにも約束取り付けてあったりとか、うん、まあ、そういう実績もあってというところで、英国とか米国の金融機関とか GE ですね、高排出企業にも働きかけてというところで、まあ、この数年日本で、まあ、日本でもされているというところですが、はい、はい、そうですね、今おっしゃっていただいたようにオーストラリアの大手メガバンク4行が、うん、まあ、ごめんなさい、オーストラリア政府よりも早くその石炭電力用の石炭一般炭に対して、うん、まあ、融資を2030年までに行わないということを約束して、うん、まあ、こういったものはもう本当にこういうマーケットフォーシスやそれを支えてくださる市民の方々の声が届いた結果、こういうことが起きましたと。で同じように保険会社ですよね、保険会社もその石炭火力発電所の保険を普通引き受けるんですけども、それももうやりませんよということを約束して、うん、まあ、これら本当に気候変動の解決に非常に重要だというふうに科学的にも言われています。うん、まあ、こういったことができたと。なのでまあ、気候変動問題は本当に世界中の問題なので、まあ、非常にそのキーとなるような企業に働きかけを行うことでこれらの企業の活動がより良いものになるようにというふうに、うん、やっています。ありがとうございます。はい、まあ、ESG アクティビズムと環境アクティビズムは本当にちょっと世界的な存在にマーケットホースがなられてますが、うん、どういう方がいらっしゃるのかというところで、金融機関アナリストの方とかシンクタンクのリサーチャー、されてた方であったりとか弁護士資格持ってる 方とか、うんうん、国営放送のジャーナリスト ABC のジャーナリストされた方とかですねいらっしゃってですね、どういうチームですか。いや、はい、そうですね、今おっしゃっていただいたように本当に多種多様なバックグラウンドや、うん、スキル経験を持っている、うん、同僚に囲まれていて私も刺激的な毎日なんですけれども、うん、まあ、非常にそういった専門性を生かして、うん、投資家の方々と対話を行ったりであるとか、うん、そういったことで、まあ、本当に企業のこの脱炭素へビジネスを転換していくことが企業の価値にも、うん、向上にも役立つんだよっていうような、うん、まあ、そういったことも、まあ、ある程度こう専門性を生かした説得力を持って働きかけできているかなというふうに、うん、思っています。非常に学ぶところが多いなと。私は日本の、NGO 出身なんですけれども、うん、そういうふうに感じています。ありがとうございます。まあ、これから具体的なお話あると思いますが、まあ、日本ではなかなかこういう本当にプロ集団みたいな方々がバンとたくさんいらっしゃってというこのダイナミズムですね、うん、感じられるの結構想像するのはちょっと日本だと難しいところもあるかなとか思いつつ、もう本当に30人のパワーで、まあ、されてるんだなというところで実際、まあ、今日お話聞けるのすごく楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ簡単にこれまで日本でされてきたちょっと活動のハイライトみたいなところを伺ってもよろしいですか。うん、そうですね、日本では、うん、まあ、金融機関とか商社とか電力会社に対して、まあ、今日のテーマである株主提案みたいなことを中心に、うん、これをもって企業との対話、それから企業の投資家さんとの対話っていうのを行ってきて、でこれらの企業の気候変動対策をより良いものにするように働きかけをしてきていて、うん、まあ、一定のそういった方針の転換なども助長できたかなというふうに思っています。うん、この MUFG、SMBC みずほさん、これ2年連続で3メガ同時株主提案提出と
というところですね。で今年ですね、中部電力に加盟して案出されましたが、銀行以外にも、商社さんとか電力会社さんにも、こういう働きかけをしてきたというところですけれども、なんかこれまでこういう実績が出ましたみたいなところあれば教えていただきたいな、嬉しいなと思いますが。そうですね、はい、例えばその先ほどおっしゃられた、例えば商社とかであれば、これ日本の政府開発援助 ODA も絡むような、バングラデシュの石炭火力発電所の案件があったんですけど、これ住友商事が当時関わっていたんですが、ここから撤退すると、当時住友商事にも働きかけを行って株主提案も行って、その後そういったことが起きたりですとか、銀行であっても三井住友、フィナンシャルグループの方なんですけども、の方に株主提案を行った、やはりその、後ですね、アフリカの、原油パイプライン、これも非常に現地で、人権侵害が起きていたりとか、非常に広大な、その森林保護区みたいなところが破壊されるような、そういったプロジェクトだったんですけども、ここから、三井住友がもう関与しないということを発表したりだとか、具体的に本当にそういった変化が起きている、もちろんその方針ですよね、気候変動に関わる方針とか目標の設定とか、そういうところにも影響を与えているっていうことがあります。そうですね、実際このアクティビズムの現場だったりとか、気候変動問題ってすごく本当に議論が難しい領域だと思うんですが、本当にコーポレートのところで機関投資家さんと一緒に企業も、本当に変わろうと意思決定をされたがゆえに、プロジェクトを止めて、ある種その、投資的な判断だったりとか、経済的な理由で助走資産と呼ばれる損失を回避しようという、そういう動きも出てきたりしている中で、本当に大きく変化に寄与されている存在だなということを改めて私感じております。でこちら先月出された分析で渡辺さんにもお話を伺いたいと思っているんですけれども、今日のテーマであるその取締役会 の、そのコンピテンシーと呼ばれるところなんですが、世界的な高排出企業のを変えていこうという枠組み、投資家さんの枠組み、クライベートアクションハンドレッドプラスと呼ばれる枠組みがあって、そこのリストに選ばれた企業さんでも、4割ぐらいしか4割以下ですね、しかその開示基準、こういう情報を出してくださいと呼ばれる、基準を満たしてないと。でしかも、多くの、企業の取締役の方々が、レートで投資家さんからサポートを受けて選任され続けているという問題意識 の、 レポートを、昨月出されましたが、オーストラリアでは実際そういう投資家さんのちょっと疑問も、あって、大きなケースが出てきたという話も聞きましたが、ここを教えていただいてもよろしいですか。そうですね、はい、こちらのオーストラリアの大手 の、 石油会社なんですけども、ウッドサイトエナジーというところがありまして、こちらにもずっとマーケットフォースエンゲージメントをしていまして、株主提案も提出してきました、はい、でその中で気候変動対策が不十分であるのであれば、取締役の選任に反対してくださいというような、そういう訴えかけもしてきた中で、35% もの、投資家がこの選任に反対するというようなことが起きていまして、ここの表にもある通り、かなりね、選挙と違ってかなりもう9割とかの、取締役が選任される中で 35% の反対というのは非常に大きな数字ですので、やはりこの気候変動対策をしっかり行うっていうのは経営者に求められることであるってことがすごく伺い知れると思いますし、この傾向が今後、いろんな国で見られてくるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。取締役会の多様性というテーマでは、日本でもですね、去年キャノンの御手洗さんが、本当に選任ギリギリだったということですね、ケースが出ましたけれども、気候変動でこれだけちょっと取締役の方 の、 選任反対理由で気候変動対策不十分っていうふうに出てくるのって、ちょっとまだ日本だと考えづらいのかなみたいな状況だったんですけれども、そういうでも本当に世界の流れを受けての今年の株主提案だったと思うので、ちょっとその背景についてぜひお話を伺いたいなと思います。じゃあここから完全に渡辺さんにお話と深くお伺いすると思いますが、まず、メガバンクさんにというところですけれども、はい、はい、そうですね、メガバンク、三菱 UFJ、 三井住友フィナンシャル、みずほフィナンシャルの3メガバンクに対して、今年2年連続で株主提案を、マーケットフォースと、パートナー団体で、こちらにご覧の通りの団体で提出をしています。
で今回あのテーマが2つありまして、気候ガバナンスと、うん、あの顧客の移行計画の、うん、まあ、評価、うん、これをあの改善してほしいということで、うん、あの提案を行っています。で、まあ、メガバンクこの世界で見たときに、うん、実はまあ、気候変動加速してしまう化石燃料事業に対して非常にお金を出しているあの金融機関に名を連ねていまして、まあここにあるのあのこの表にある通り、三菱 UFJ が世界で第6位で、三井住友、あ、ごめんなさい、みずほの方ですね、みずほが世界第8位で、三井住友も16位ですかねっていう風になっているんですけども、まあ、これ、パリ協定以降なので2016年から2022年までの数字なんですが、うん、あの来月新しいあの調査結果が出る予定で、うん、まあ、それですと、まあ、ちょっとさらにあの上位にランクインしてくるというような、うん、あの予想もされていますので、うん、まあ、非常にこの気候変動リスクっていうのをしっかり管理できているのかっていうのが、まあ、問われてくるという状況です。うん、最初の日本の株主提案、気候変動に関する株主提案でみずほさんが最初だったと思うんですが、引き続き金融機関さんが大きな責任を担っていらっしゃるという問題意識だというところですよね。はい、おっしゃる通りです。じゃあこちら、はい、そうですね。で、あのこの背景にあるのが、うん、じゃあこの気候変動リスクをしっかり、まあ、管理していく、うん、あのこれを減らしていくっていうことを、あのその方策がないといいますか、方針がまあやっぱりまだ欠如しているっていうところがありまして、あのここあの例えば、イギリスの HSBC だとかオランダ の, あの ING の銀行と比べているんですけれども、まあ、その他の多く の, あのアジアのシンガポールの銀行とかもそうなんですが、例えばこの新規の油田ガス田へ の, あのプロジェクトファイナンスを行わないと、これは科学的にもあのパリ協定に整合するためには新規の油田ガス田の開発っていうのはもうあの容認されるべきではないというふうに言われてるんですね、ま、だなので銀行もここに対してそういった方針を掲げてきているんですけど、日本のメガバンクはまだこういったところに方針がないので、うん、まあ、結果あのまだまだファイナンスで世界の上位にランクインしてしまってるっていうような状況なんですね、うん、でこちらですね、あの2月に、はい、あの堀さんにもたくさんカバーしていただいたところですけれども、はい、そうですね、あのなので、まあ、こういった実効性のある、うん、あの気候変動方針のがないので、うん、まあ、例えばオーストラリアのガス田のように、まあ、本来であればもう開発あの科学に基づけば開発してはいけないよっていうような部分であっても、メガバンクはあのこういった企業とか事業に投融資を行っている。なのであの、まあ、これはね本当に人権侵害も起きていて、あのそういった意味でも非常にあのこれに投融資をするっていうことは、うん、あの企業の評判リスクですよね、うん、あのこういったあの社会的に良くないような、うん、あの事業に加担するっていうことで、うん、あの企業の価値っていうのが、うん、まあ、イメージとかも含めて毀損されていって、うん、まあ、それがあのゆくゆくはこう市場を縮小してしまうとか、うん、そういったリスクにもなっていくっていうことですよね、うん、というところで、まあ、取締役会に対して、議論を喚起しているというところですけれども、そうですね、うん、あのなのでこの気候のリスクとか、うん、あるいは機会も含めてしっかりとこれを、うん、まあ、管理する、でそれを監督する役割っていうのが取締役なんですよね、経営陣 の,、うん、あのリスク管理を監督すると、うん、じゃあそ の, あの取締役の監督機能がどうなんだっていうことをあの問う内容で株主提案をあの 行っているんですけれども、うん、まあ、日本の法的な枠組みでもこれを、うん、あの実は求めています、うん、取締役会にきちんとしたそういった、うん、あのここでコンピテンシーっていうふうに言ってるんですけども、うん、まあ、要は気候変動 の, あの専門知識であるとか経験などを持って、うん、それを持ってじゃあ自分たちの事業あの自社 の, その事業にどういった影響があるのか、うん、そういったことをしっかり理解してあのそれを監督に生かす能力ですよね、うん、それをちょっとあの専門用語になっちゃうんですけどコンピテンシーと言っていて、うん、これを、まあ、日本の枠組みでもあの法的枠組みでも求められている、うん、例えば、まあ、企業 の, あの上場企業の企業統治のガイドラインである、うん、あのコーポレートガバナンスコードにも、うん、その取締役 の, あの選任などもそうなんですけども、まあ、スキルとか、うん、それからその実効性をしっかりとあの
開示してくださいということを言っているんですね、うん、まあ、そういったところから気候コンピテンシーっていうのがもう求められているっていうふうにも捉えられるんですけれども、うん、っていうのは3メガバンクは気候変動リスクをトップリスクというふうに、うん、認定してますので、このトップリスクを管理する、うん、じゃあ能力があるのかどうかっていうのはしっかりとやっぱ投資家の求めに応じて開示をする必要があるんですね、うんうん、まあ、今のところメガバンクの開示からはそこがしっかり見えないということなので、うん、まあ、まずはその開示をしてくださいということを要求しているような内容になってます、うん、なるほど、はい、まあ、これまで定款変更の議案という、まあ、これはちょっと会社法上そうせざるを得ないという、まあ、そういうこともありましたが、まあ、結構取締役選任議案だったりとか、その取締役に対してもう少し求めたらどうだっていうその投資家さんのある種の声もある中で、まあ、まだ投資家さんに対して情報開示が不十分ではないので、しっかり判断できるように開示してくださいというのが今年 の位置づけかなと思うんですけれども、じゃあ何を実際開示してほしいのかみたいなところ、はい、次のスライドでお願いします。そうですね、はい、これも何を開示してほしいかっていうのは、まずはその取締役会の、まあ、コンピテンシーを評価しているかどうかですね。まず評価したかどうかもまだ、うん、見えてこないので、まず評価してるか、じゃあその評価の結果を開示していただいて、うん、じゃあどのように評価したかですよね、うん、評価に用いた基準みたいなところを開示してくださいということを、うん、言っていまして、でこれっていうのは多く その投資家の求めと合致しているんですね。例えばここに例として挙げている、TPI ってトランジッションパスウェイイニシアチブっていう投資家のイニシアチブがあるんですけど、世界的なここでもこれと同じような開示を求めていまして、うん、まあ、メガバンクはそこに対応できていないという状況になっています、うん、まあ、本当に NGO さんだけではなくて投資家さん、世界的な投資家さんの IGCC はあれですよね、オーストラリアとニュージーランドの投資の枠組みだと思いますけれども、ね、はい、本当に、まあ、投資家さんからのニーズでもあるというところがポイントかなと思いますが、そうですね、はい、そんな感じですかね、はい、で実際、まあ、一例としてジェラのお話もありましたけれども、まあ、ジェラにも顧客のファイナンスを評価する基準が明確に開示されてないんじゃないかなという、まあ、問題意識だったと思うんですけれども、うん、まあ、実際資金を投入しているというところなんですが、こちらはいかがですか。そうですね、うん、なので先ほどの気候リスクの管理ともつながるんですけども、うん、まあ、メガバンクはその顧客 の移行ですよね、うん、脱炭素へビジネスを移行していく、うん、転換していくことを支援しますということを非常にこの気候リスクの管理として重要な、うん、まあ、戦略として掲げているわけなんですけども、うん、じゃあその移行を本当にしっかりと確実に支援できているのかっていうと、うん、その辺がまた他の例えば他の国のメガバンクとかと比べてもちょっとまだ緩いと言いますか、その開示からはそれが実効性がきちんと見えてこないっていうところで、うん、きちんとどのように評価をしてその確実に移行支援できているか、それがこう投資家にも分かるようにこれもやはり情報開示を求めるような内容になっています、うんうん、でないとこれらのエネルギー企業の移行リスクっていうのが結局メガバンクにも跳ね返ってくるっていうことになりますので、うんうん、これはメガバンクと同時にこういった企業とも同時にメガバンクも必要になってくる気候管理リスク管理かなというふうに思っています。うん、ありがとうございます。じゃあ本当に顧客の一例としてジェラーさん、そして、まあ、中部電力さん出されましたが、うん、まあ、同時に中部電力さんにも株主提案が出たというところで、はい、気候ガバナンスであったりとか移行計画のところですね、こちらにじゃあ具体的に事業会社としてリスクを抱えているところ の議論だと思いますが、こちらについても詳しくお話聞きたいなというふうに思います、はい、真の移行計画がないという問題意識でしたけれども、うん、こちらについては。そうですね、その移行計画っていうのは先ほども申し上げたように、うん、まあ、脱炭素していきますと、うん、これはもうエネルギー企業中部電力も含めてが掲げて、うんうん、います。中部電力はそのジェラ日本最大の火力発電会社の、うん、に出資している企業の一つなんですけど、うん、東京電力と一緒にで中部電力とジェラともにその2050年までに排出を実質ゼロにする脱炭素目標っていうのを掲げていますと。でもじゃあそれに至るために必要な例えば中間目標であるとか、うん、まあ英語だとパスウェイとか言って経路とかって言うんですけども、うん、それがまあじゃあ科学的にきちんとネットゼロ実質ゼロを満たせるかっていうと、うん、そう
そうではないという状況で、ってことはイコールリスクをやはり抱えてしまっているんですよね。なるほど。で実際このリスクの管理というところが取締役会の責任だというところですが、はい、そうですね、うん、もうちょっと具体的に言うと、例えばパリ協定の 1.5 度目標と整合していないっていうことが移行リスクを抱えているっていうふうに見なされてしまうんですが、2035年に先進国では電力部門ではもう実質ゼロにしなきゃ実はいけないんです。だから50年のネットゼロ掲げていらっしゃるんですが、実は2035年っていうのが科学的に求められていまして、なんですけども、ここの表でご覧になっていただける通り、一番下2035年にもうゼロ 100% ゼロになってるっていうところが、本来必要な科学で必要なパリ協定と整合してると見なされる、経路なんですけども、その中部とジェラともに、非常にそこに追いついていないっていうことになります。2035年にもまだ石炭にを使っていますし、天然ガスとかもあるんですが、それに例えばアンモニアとか水素を混ぜるっていうような計画はあるんですけど、これは全然削減効果も乏しいですし、あとコストも非常に高いっていうことが、これも経済的な分析、ブルームバーグとかでも、これはコストを見合わない、採算見合わないし、さらにエネルギー安全保障の問題もあるとも言われていまして、アンモニアは輸入する予定なんですね。そうすると今化石燃料も輸入していて、アンモニアも輸入するってなると、もうエネルギー安全保障が危うくなるんじゃないかって、これも専門家が指摘しているぐらいで、なので非常にコストと削減効果的にも今の中部電力の計画っていうのは、とても危ういというふうに評価されてるんですね。これ投資家さんの目線でも、この2035年までにこの、石炭火力発電所だったりとかっていうのはもう当然していかないといけないであったりとか、ネットゼロというところで2035年までにネットゼロに電力部門にしていかないといけないっていうところで、それにそぐわないところって除損資産と呼ばれる、これから減損を、そのせざるを得ないと呼ばれる、資産になるので、そこから徐々に再生可能エネルギーだったりとかっていうところにシフトしていきましょうっていう、気候科学とアリスソンの投資家さんの本当に交差点の議論だと思うので、すごく重要な指摘だったというふうに思います。で実際じゃあ再エネのところですね、こちら、ブルーバーグの BNF と呼ばれるシンクタンクの出されたデータなんかを元にしてますが、こちらの議論ですね。そうですね、なので、再生可能エネルギー世界でもコストがどんどん下がってきていて、こちら の分析でも、例えばアンモニアとかの混焼、石炭とかと混ぜるのと比べても非常に再エネの方が安いし、技術的にも実現可能だって言われていて、先ほど言ったエネルギー安全保障、エネルギー自給みたいなところでもやはり再エネ基盤とした電力システムへの転換っていうのがより求められているし、そこに注力すべきではないかというふうに言われています。というご指摘のところから、中部電力についても、取締役会が投資家の期待に応えてないという、そういう議論でしょうか。そうですね、これはやはりその気候リスクや機会をしっかり捉えて監督する立場である取締役会が、じゃあ、どれくらいそのコンピテンシーを持っているかっていうところがやはり注目されるんですけれども、これもやはりこれ CA100 プラスって気候変動の投資家のイニシアチブですけども、やはり先ほどの TPI と同じような評価をしていまして、これも公表されているんですけども、やはりこの開示基準にも満たされていないっていう、全く TPI と同じですね。で例えばここフランスの代表的な電力会社の EDF とか、イギリスの、ナショナルグリッドとかでは、例えばそういうコンピテンシーの、少なくとも評価とか評価結果を開示していると、少しこれからね、もうちょっと基準など改善の余地はあるんですけど、少なくともそういうことをやっているっていう同業他社さんの例があるので、中部電力もこういうところにどんどん追いついていく必要が、ありますね。ありがとうございます。で実際これまでの、その株主提案の内容について伺っていて、
まあ、あの先月ウェビナーも弊社であのマーケットフォースの鈴木さんもお呼びして、機関投資家さんで社外取締役されている方をお呼びしてですね、あのたくさんあの議論したんですが、まあ、やはりその投資家さんとしてもあのロジックは分かるんだけど、まあ、その投資しづらい、あのごめんなさい、賛同しづらいですねみたいな声もこれまであった中で、まあ、昨年あの大きな変化として日本のこの株主提案で起きたことっていうのは、実はその事前に株主総会のその日を待たずしても賛同しますということをですね、表明した投資家さんが実はいらっしゃいました。で、あの、まあ、昨年ずらっとちょっとリストがあるんですけれども、あの、まあ、トヨタさんはじめ電源開発さん、まあ、これはあのマーケットフォースさん以外の株主提案の提出先企業だったと思いますが、まあ、実際あのチャージオブイングランドペンションズボードというですね、まあ、大きなあのイギリスの、投資家さんであったりとか、まあ、カルパースなんかは本当に有名なところなんですけれども、あのカリフォルニア の本当にめちゃくちゃ大きな機関投資家、あのごめんなさい、年金基金ですね、で、あのマーケットフォースさんの議案にもですね、あのアニマっていう本当にイタリア の大手の、機関投資家さん、まあ、その他にもあのアイルランドのあの機関投資家さんなんかも実は事前に、まあ、あの賛同しますよということをですね、表明されていると。だ UNPRI というですね、あの国連 の責任投資原則と呼ばれるあのプラットフォームがあるんですけれども、まあ、そこで株主提案のリストがずらっと並んでいて、あの機関投資家さんももう賛同します、で理由はこれですということをですね、実際に表明されたという、まあ、そういう大きな実は動きもある中で、まあ、あの NGO さんだったりとか機関あの一部の本当に ESG 株主と呼ばれる方々の問題意識っていうのが徐々に広がってきていると、それが実際まあ多くのところで受け止められ始めたのかなっていうのが、まあ、アンチ ESG の逆風が吹く中だったんですけれども、去年の変化としてあったのかなというところなんですが、このあたりあの機関投資家さんに働きかけしてきてされてきて、だいぶ理解するんだなみたいなところとかって所感としてありますか？そうですね、あの我々結構日本 あの機関投資家さんとも話す機会があるんですけども、あのもう最初の頃はそれこそ定款変更っていうその形式だけでかなりそのちょっと賛同しにくいとか、そこの形式にあのこだわりといいますか、あのハードルを感じる方々が多かったんですけども、もう最近ではあの機関投資家さん の議決権行使ガイドラインっていう、そのガイドラインでも例えば定款変更とかそういう形式にとらわれないで内容をしっかり見て、内容が気候変動の、まあ、対策強化であるとか情報開示の拡充に資するのであれば、まあ、賛同を検討するみたいな、そういうガイドラインというか方向性に変わってきていたりもしまして、なのでだいぶそのなんていうの、実質的にこの提案が何をもたらすか、あのどのように企業価値がこれによって、あの向上していくかっていう、あの実質的な部分を見て、あの賛同を判断してくださるところが増えてきているかなというふうに思います。そうですね、実際あの今日あのご紹介できませんでしたが、あの投資家向け説明資料でも、まあ、企業価値の向上というところの視点で、投資家説明資料としてコミュニケーションを取られていて、まあ、投資家さんとしても当然あのアセットオーナーから預かったお金を運用して増やしていかないといけないという、まあ、あの責任を抱えていらっしゃるので、あの長期的なあの、まあ、あの企業価値の、向上に資する内容でなければ賛同できないというのが、まあ、これまでの議論としてあったかなというふうに思うんですが、まあ、実際じゃあ去年あの賛同理由をあの示したあの事前にあれですね、賛同しますという機関投資家さんが、まあ、どのようなことをおっしゃってたのか、あの三菱商事さんとか、三菱 UFJ フィナンシャルグループに出た、マーケットフォースさんの議案なんかで、アニマと呼ばれるイタリアの機関投資家さんなんかはあの、まあ、ちょっと表にもある通りですね、あの本あの議案を採択することはネットゼロ活動に対する同社のコミットメントを強化補充する役割を果たすだけではなく、ネットゼロ目標と同社の方針行動の整合性を確認することにもつながると。で、まあ、ちょっとその下なんかもね見てみるとですね、あの提案者の内容は説得力があるように見えると、で 不当に、まあ、負担を強いるものでも、あの過度に借地上意義なものでもないと、まあ、本当にだからあの機関投資家さんの目線でもですね、徐々にあの NGO さんの、まあ、こういうあの議案がですね、あの投資家さんの目線としてもある種そのあなるほどなと、まあ、確かにそれだったらあの、まあ、理解できるし賛同できるなという声が、まあ、聞こえてきていて、まあ、実際その、まああの昨月ウェビナーした時もですね、あの賛同できる理由できない理由なんかも、まあ、明確にあのまだ当然総会シーズンの前だあの株主総会の前だったのであれだったんですけれども、まあ、あの
議論としては理解できるみたいな声もたくさんいただいたのかなと思うんですが、これから2ヶ月総会までありますが、どういうコミュニケーションを企業と投資家さんと取っていきたいのかみたいなところを最後伺いたいんですけれども、いかがですか？そうですね、はい、まあ、やはりまずこの我々の提案 の、うん、趣旨をしっかり理解していただいて、うん、はい、それで議論をしていきたいなと思ってます。この投資家さんと我々が話すことで、また投資家さん自体が企業に、エンゲージメントを行っていらっしゃいますので、同じような問題意識でエンゲージメントみたいなことをまたしていただけることもあるかもしれませんし、これをなんていうかな、こう、一つの議論 の、テーマとして活用していただきたいなと、それによって企業と投資家とか企業と NGO の対話が深まっていくことで、本当にどんどんできることを進めていく、でもう本当に気候変動待ったなしで、これをどんどん脱炭素にビジネスを転換していくっていうのは本当に企業が生き残っていく上でも今後必要になることなので、これをどんどんやっていくってことが企業価値にもつながるし、地球にとっても社会にとってもすごくいいことなので、これを加速していくっていう一つのツールとしてこの株主提案を使ってていただけたらなというふうに思っていて、我々もこの趣旨をしっかり説明できるように、対話を深めていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。で、昨月実施したウェビナーなんかですね、機関投資家さんの方なんかは本当に 1.5 の目標を達成するために本当にチャレンジングな役割企業になっていかないといただかないといけないと、で、その企業の方々を本当に責めるだけではなくてですね、実際じゃあ取締役の方々、候補者の方々がこういうツールを使って気候変動のこととかトランジション移行のこととか勉強できますみたいなことも実は教えてくださったりもしたので、ぜひですね、ちょっと宣伝になっちゃいますけれども、ウェビナーをご覧いただきたいなっていうところと本当に金融の世界の方々、アセットマネージャーの方々もすごく勉強を熱心にされていらっしゃって、本来ですとこういう移行だったりとか、あるいはその CO2 発温室効果ガスの削減に関わる技術なんかは彼ら の、 業務スコープ外だと言われてた実はこともありました。で、実際じゃあこの本当に再エネがこのテクノロジーでできるのかどうかって、再エネ実際じゃあどれだけ実現可能性あるのかであったりとかってことはちょっと判断しづらいので、なかなか賛同しづらいっていう声も実際あったんですけれども、実際このウェビナーなんかで議論されたことっていうのは本当に待ったなしだっていうところと、学べるツールも実際あるよっていうところですね、企業のリーダーの方々にとっても、学ぶチャンスだったりとか機会が具体的に用意されている状況になってきているのでですね、この問題意識をですね実際に受け止めて、この2ヶ月間これから総会シーズンありますけれども、ぜひ企業のリーダーの方々、そして機関投資家の方々巻き込んでですね議論していただきたいなというふうに思います。今日本当に機関の株主提案を提出したてでですね、すごく株主提案自体があれですよね、労働集約型というかすごく大変だみたいなお話もありますが実際にその大変さと最後思いみたいなところ、はい、ありがとうございます、はいはい、そうですね、よくなんていうか我々、実は投資家さんが、やるべき仕事をしているんではないかというふうに、自負する部分もあったりしまして、本当に気候変動対策をしっかり行うってことは、本当に今後ビジネスにおいて必要、もう世界のダボス会議とかでも毎年気候変動リスクっていうのがトップになるわけですよね。それぐらいもう世界共通の本当に課題 で、でビジネスってやっぱり課題を解決するっていうことが求められるじゃないですか、企業が存続していくにあたって。なので本当にこれを加速していくっていうことで、それを経営とか取締役の中で議論していただけるように、この株主提案っていう、ある種のツールというか、を使っているので、これを機に本当にさっきと重なっちゃうんですけど、この対話が深まっていって、日本企業 の、 その対策がどんどん向上していっていくっていうことが私たちが本当に求めていることなので毎年本当にひいひいながら、少人数でやっているんですけども、幸いそういった投資家の、賛同の声も可視化できますし、それが企業へのプレッシャーとなって、しっかりやらなきゃいけないっていうような、前向きな行動にもつながっていくと思うので、そういった意味で皆さんにも注目していただきたいし、はい、一緒に応援するつもりで、これにまず関心を持っていただけたらなっていうふうに思ってます、
ありがとうございます。実際この物言う最後ですね、物言う株主という表現が定着してきた久しいですけれども、株主が物を言うというのは当たり前のことだというところと、本当にこうやって人間が息をするのと当たり前だという議論が実際昨日ツイッターとかで実は色紙の中であったんですけれども、本当に定着してきたしというところで、本当にさまざまな世界のステークホルダーの株主の声っていうのを聞きつつ企業経営に生かしていくという姿勢が今本当に株主提案だけではなくてですね、総会シーズンで問われる時期ですので、引き続きさまざまな株主の方々の声なんかをこのシリーズでご紹介していきたいなと思いますが、株主に関わるその下のその議論を支える気候科学の分野だったりとか、ロビーイングというようなテーマもありますが、本当にテーマ多様なので、引き続きこういったステークホルダーの声を株主の方々を通じて企業に伝えていくというこの試みをですね、伝えていきたいなというふうに思います。本日渡辺さんに本当に株主提案出た後にですね、お越しいただいて、非常に深く学びを私も共有させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。